はい、こんにちは、私番です。今回はこちら、もってきーな藤枝店に新しく3本爪キャッチャー届いたので、こちら制覇していきたいと思います。新しい筐体なんでね、本当にね、どこにも出回ってないようなやつなんですよ。なのでね、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。お菓子台メインです。では早速やっていきましょう。プレイする前にざっとこんな感じだよっていうのをお見せします。もってきーなオリジナルのロゴがついた3本爪キャッチャーです。すごいね、映えますね、めっちゃ綺麗です。ちなみに入り口入って右側、10円キャッチャーもね、用意されてます。まあミニッチャみたいな感じですね。これもね、近日稼働予定なので、お楽しみにしててください。なんかロッカーも並んでます。これどっかで見たようなロッカーっすねではね、早速入り口入って左側の3本爪キャッチャーやっていきましょう。まずはこちらですね、チップスター取ってきます。はい、では一発目やっていきますか。なんか手前のやつ裏側向いてるけど、こっちだよね。じゃあ緑のやつ、のりしを取ってきます。さあどうかな。おーい、まさか一発、楽勝じゃないですか。やばくないですか、一発ですよ。もう一回やってみますか。さあさあさあ、次もやべえ、届かねえ、届かねえぞ。どうしよう。あの、ちょっと、え、こいつ、これは無理だよね。まあ試しに、まあいっぱい台あるんでね、ダメだったら次の行きましょう。あー無理か、反対側向いてるのは無理です。次行きましょう。お次はちょっと難しそうですね。白い食べっ子動物、手前側行ってみるか。どうかな、掴むかな。爪先にね、ラバーついてないですよ。だからちょっとむずいかも。左側行くか。こっちどうかな。けど握力はちゃんとある。掴めばいけちゃうよ、これやばいよ。マジ取らせる特化ですよ、本当にさすがです。はい、ゲットです。次行きましょう。あと1,2,3,4,5,6,7、7台もあるからね、先を急ぎましょう。はい、お次も食べっ子動物、今度はシミチョコビス、手前側狙ってみるか。ちゃんと掴めば取れるはず。そういうやつでしょ、そういうやつでしょ。あー、やっぱね、滑りますね、しょうがないっすよ。あ、ちょっと待って、この転んだやついけるかちょっとやってみよう。そういうのも試すしかない、だってお客さんに取ってほしいから。倒したら確実っすね、これ。はい、ゲットでーす。ちょっと立ってるやつも狙いましょうか。これ左側どうかな。ほいほい、あー、うーわ、どっか行っちゃったよ。もう一個来い、ちゃんと掴めよ。オッケー、来た。あー、ダメかこれ。あー、寝かして取るのがいいのかもしれない。まあね、お一人様5個までなんで、ちょっとね、いろいろ試してみてください。じゃあ次行きましょう。お次はビスケット。ああ、これはもう寝てるからね。いやー、けどこの流れはいけるぞ。おー、来た。はい、ゲットでーす。やーべーよ、ちょっと危なかったね、ここオッケー。一人様5個なので、せっかくだから全部いっちゃいますか。え、これマジで最高じゃん駆け引きゼロ。はい、次ラスト。はい、全消しですよ脳死、掴んだら、うお、危ねえ。オッケー、こういうこともあります。しっかり掴みましょう。気の緩みは大敵ですよ。やばいっすね、これ。いや、全力を出してきてると思う、本当に。はい、これだったらね、お子さん大歓喜じゃないですか。はいはいはい、僕もお菓子大好きなんで、大歓喜です。じゃあ次行きましょう。逆にこんだけ入ってると、むずい。どれ狙おうか。来たけど、これ、おー、力強っ。あ、これはちゃんとラバーついてますね。これもお一人様5個まで。5個は無理だとして、あー、ちょっと狙いミスるとダメですね。まあそういうもんでしょう。いや、こんだけ取ってたらね、いくら原価がね、お手頃だと言ってても厳しくなってくるからね。よし、行きましょう。ちゃんと取ろう。横向いてるやつでも肯定ボタン使って、あー、けど寄せることはできそうだね。上手い人はやってみてください。ちょっと僕は3本爪苦手だから、っていうか知識が全く持ってないから、ちょっと技は分かんないんだけど、まあ、とりあえずやってみて。はい最初だけだった。さっきのこの真ん中のこの音と狙おう。おい、来い、おい、あー、これ来たんじゃない。おー、危ねー。嘘、今のは。まあね、こういうこともありますよ、3本爪ですから。ちょ、なんとしてでもあと1個は取りたいな。おい、来い
これも危ねえぞ。どうかな。オッケーナイス。さっき3つ取ったから3つ取ろう。これもせっかくなんでそこの真ん中のちょっと埋まってるやつ狙うか。ほい。あ、けどここまで出てきた。それいけ。2本でもちゃんと掴むからね。はい、ゲットです。3本詰めなのに2本で取れました。いやね、気合が違いますね。このね、黄色いモッテキーナの看板ついた筐体、これ多分アドス多分っていうか、もう絶対取れんじゃんこれ。じゃあね、残り4つなのでね、他も試していきたいと思います。やっていきましょう。多分ね、これが一番難しいわ。どこ狙っていいか分かんない。ちょっと奥のチョコビ行きましょう。おー、2つ。おー、1個どうかな。オッケーナイス。はい、次。あ、チョコビバナナ味だって。バナナ味いいよね。チョコバナナ。あ、ミスった。5個行こう。5個、5個取っちゃおう。ちょっと山の方を狙って。はい、もうゲットしよう。これラバーついてるからね、確実っすよ。はい、オッケー。今2個でしょ。3個目、工程ボタン使って。あ、そっち行く。頑張れ、握力。オッケー、握力100ぐらいあるねこれ。はい、次。もうこの立ってるやつは余裕でしょ。はい、オッケー、ゲットでーす余裕ぶっこくて。はい、オッケー。さあ、ラストは何狙う。ラストは入り口近くとかね、そういう駆け引きいらないんですよこれ。ちゃんと掴みやすいところ狙えば取れちゃうから。ここ、はい、来た。はい、ゲットです。ゲットです、確実にゲットです。はい、オッケー。やばい、もう持てないぐらいゲットできた。最高だよマジで。なんかね、取れないと思ってる台が意外とアドだったりする。やっぱね、ラバーの力って偉大だねけどね、ここでね、秘宝がありまして、残りの3台全部ラバーついてないんですよ。終わりましたね。残り3台、まあ、できる限りいっぱい取っていきましょう。はい、ワンパンチャレンジ、ワンパンチャレンジ。もうなんか企画名変わってるけど、じっくりコトコトこんがりパーン。はい、これ蓋がね、俺が思ってたのとちょっと違うぞこれ。いきなり高難易度に入ったいや、簡単なんだよ。簡単なんだけど、今までが簡単すぎて、あの、難易度が高く見えるだけ。いや、これ寝たのがね、意外といけるんすよ。寝たのが、いや、いや、ちょ待って、違うんだ、ちょっと待ってくれ。寝かしてる、やっぱね、じっくりね、コトコト寝かしたやつが取れやすいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと違うっすね。よし、行くか。オレンジ、オレンジのチキンカレー、頼むぜ、頼むぜ。あー、やばいかも。やばい、ぬるま湯に使ってただけだった俺、気づいたちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。こんなはずじゃないんだ、違うんだよ。取れるから、ちゃんと取れるから安心してください。ライブだったら死んでたよこれおい、これどうすんの。いや、なんかあるはずなんですよ、絶対なんか攻略法はあるはずなんだけど、寝てから、あ、ちゃんと下までやんないといけないですねこれ。こうやってね、取り損ねるたびに店の評判をね、僕が下げているっていう。いや、そんなことにはなりたくない、ちゃんと取りたい。おい、おちょっと待って、オレンジ、オレンジ来い。いや、ダメだこれ、初期位置。なんかちょっと違うっすよちょっと話と違うとびっくりしちゃう。いやー、もう、いや、中にはいるよこういうやつだって。いやね、全員いい子ちゃんなわけない。これは俺がミスった。クラスに絶対いたじゃないですかこういうやつ。なんかちょっとジョーカーみたいなやつ。ほら、それがこいつなんですよ。やっぱ手のかかる子ほど巣立つと嬉しい、そういうもんでしょう。ほい、頼むぜ。おー、これは俺が悪いけど、もう一回寝てるやつ行こう。立ったし。いや、これは一個は取りたいぞ。おい、あ、下掴んだ。あ、下側、ごめんな。下側まで掴めばちゃんといける。そういうことですよ。蓋じゃないんですよ。だいたいこういうやつで蓋だと思うじゃないですか。チャンス、そこを持つんですよ。みんな分かりました？これが攻略法です。ラスト二つ。いや、ちょっと待って。隣がまた同じやつだ。しかもちょっと高級そうな濃厚エビのやつ。多分もっとむずいよこれ。そういえばね、皆さんお気づきでしょうかね、僕の喉が完全に死んでいること。マジでね、頻繁に風邪ひくんでもう治ったんですけどね、ちょっと後遺症っすこれ。僕全然風邪治んないですよ。風邪治んないっていうか、なんかダメージがでかすぎて。はい、これゲット。はい、うわ、危ねー。いや、油断できねえな。まあ、なので、あの、お気になさらず、喉がいかれただけなんで。はい、はい。あー、ちゃんと真ん中ね、ちゃんと真ん中行かないとダメだ。ちょっと肉類取りすぎたから、ブロッコリーか、ブロッコリー。栄養バランスを考えて、プレーンゲームやってます。
あー、マジか。やっぱね、やっぱエビっすよ。エビ狙わないと。せっかくエビ食べれるんで、甲殻類高級だからね。おー、左爪入ってるはず。あー、しっかり入らない。はい、ない、ダメです。ダメですね。おー、滑舌が回んなくなってきてるよ。久しぶりだからね、撮影。早いよ。おい、来い。あー、もう蓋だと確実にダメだね、これ。もう絶対最初の一発目でやめときゃよかったじゃん、これ。いや、やっぱ、野菜は裏切らないっすよ。野菜は、ほーら、来た。この持ち方確定。おー、ぶねー。やべえ、エビじゃねえ。エビだと思ってた。ブロッコリーもゲットです。やっぱエビはね、ちょっと難易度が高かったということで。という感じでね、この中にパンが入ってて、かき混ぜて食べるとか、そういう感じのやつです。はい、夜食におすすめ。夜ゲーセン行って、夜帰ってきて、しんみり一人で食べるのがね、オツじゃないですか。はい、これがゲーセンの後の締めのブロッコリーです。ラスト行きましょう。ラストチョコビー、頑張れー。おいおい。はい、1個目、お一人様5個までラストなので最後までやっていきましょう。ちょっと右爪が乗ってるここかな。はい、おお、頑張れ頑張れ頑張れ。おお、超綺麗にはまった。ここでね、技を見せて、この2つ取りますんで、取ります、大丈夫です、安心してください。決めるんでラストなんで。まあけど1個取れたからいいでしょ。あの、高評価をしてください。はい、次、これギリ届かないやつか。行こう、こっちだこっちだ。2つとかいけんのかな。まあ2とも得ないですよね。てか0。このハマってるやつどうしても俺狙いたい。いけんのかな、いけんのかな。ほいと、これで3つでしょ。次行こう、次、これ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 、これさ、全部取れるまでやってみたくね。無理かな、無理かな。おーぎょ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 ー、頑張れ、粘った、あと1個。次どこ行く。ちょっとさ、この奥のやつ落としてみたいよね。ちょっとテクニカルに行く。おお、惜しい、見た今、すごくない。では最後とどめを刺します。さあ、ここかな、当たんだよ。オッケー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 。あ、嘘嘘、ちゃんと床になった。やっぱね、来た時よりも綺麗にしないと、それがマナーっすよ。大パンダメですよ、大パン。まあけどこんだけ取れたらね、気持ちよく帰れるでしょう。はい、来た、ほい。おい、ここで粘る。最後気持ちよく決めさせてくださいよ、頼むぜ。ほい。やばい、いつも通り、いつも通りになってる。いつも通りはあかんよこれ。わかったわかったわかった。このちょっとなんかもうやっぱ最後もうテクニカルに決めたいんですよ俺。そう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 、これをこう取ると、床も取れます、安心してください。いや、こんなに取れましたよ、最高っすね。過去類を見ないぐらい取ってんじゃないですかこれ。だってほぼ一発だもんこれ。まあね、そんなこと言ってるとね、誇張表現になっちゃうのかもしれないですけど、マジでこんだけ取れます。ちょっとね、クレーンゲームやったことある人だったら分かると思うけど、あ、この台やばいなっていう設定になってますんで、ぜひぜひ藤枝鑑定団、持ってきるのは藤枝来たらチャレンジしてみてくださいとかね。多分静岡鑑定団にも、浜松鑑定団にも、浜北鑑定団にも、あとは清水鑑定団にも入ると思います。まあ、気長に待ちましょうかって感じで、今回は以上になります。持ってきるな藤枝店の100円の3本爪キャッチャーやってみました。入り口入ってすぐです。ぜひ皆さんやってみてください。では次回見てください。バイバイ。